どうも皆さんこんにちは。本日もナレーションと解説の方を担当させていただきます、ジャパンスネークセンターの水木と申します。よろしくお願いいたします。さて今回のテーマはガラガラヘビのガラガラの秘密ということで、ガラガラヘビの尻尾そして生態について解説をしていきたいと思います。そして今回の映像の主役は現在ジャパンスネークセンターで飼育をされている裏コアガラガラヘビに勤めていただきたいと思います。それではまずは基本情報からです。ガラガラヘビはアメリカ大陸を代表する毒ヘビの仲間で、中米、北米、南米などを合わせて50種類以上が生息をしています。一口にガラガラヘビといっても大きさにはかなりばらつきがあり、大きな種類だと東部ダイヤガラガラヘビ、あとは西部ダイヤガラガラヘビで2メートル以上、小さな種類だとヒメガラガラヘビなどで60センチ前後程度となっています。ガラガラヘビの仲間の中でもかなり大型のもの、ダイヤガラガラヘビなどは鋭く長い毒牙を持っています。また南ガラガラヘビは毒性が強く死傷者が多い種類でもあります。そんなガラガラヘビの仲間ですが、最大の特徴といえばやはりこのガラガラと音を立てる特徴的な尻尾ではないでしょうか。今回はこの不思議な尻尾の仕組みについてもじっくりと迫っていきたいと思います。まずはこちら、ほとんどの方が知らないと思うんですけれども、赤丸で囲われた特徴的な尻尾の部分、名前をラトルと言います。このラトルなんですけれども、実は生まれた時からあるわけではないんです。正確に言うと、ないわけではないんですが、大人のようにガラガラと立派な音が鳴るものではありません。このラトル、実は脱皮をするために殻が一つずつ重なっていって、節が増えるような構造になっています。ご覧のように1回脱皮をした幼体はもともと1つだった節が1つ増えて2つになっています。これが2回脱皮をするともともと2つだったものが3つに増えるというふうな形で成長していきます。そしてこの脱皮を何回も繰り返すことであのような立派なラトルを持ったガラガラヘビに成長していくというわけです。そんなラトルなんですけれども種類によって大きさ形は様々で、ガラガラヘビの中にもラトルを持たないような種類もいます。そんなラトル、もともとは脱皮の殻なので、頑丈というわけではないんですが、ある程度は硬く、ただ中身は殻なので非常に軽い構造をしています。ラトルの形状はいわゆる蛇腹で、そしてもちろんこのラトル抜け殻が重なってできるものなので、生体の方に残り脱皮の殻の方には残りません。ただし脱皮がうまくいかずちぎれてしまうような場合はあります。そしてなかなかお目にかかれないラトルの断面図なんですけれども、中はミルフィーユ状の層になっていて、脱皮ではくびれが引っかかるような形で残る仕組みになっています。それでは次は実際に動いているガラガラヘビの映像を使ってラトルの動きと音について見ていきたいと思います。映像の中の音にも注目してご覧ください。ガラガラヘビの出すこの音は尻尾を超高速で震えさせることで音を出しています。感覚的には尻尾を振るというよりも尻尾を震えさせるという方が正しいです。では超高速というのは一体どれぐらい速いのかというものを見ていきたいと思います。ちょうど同じ映像の中にヘビが舌を出し入れする様子が映っていますが、こちらもなかなか速いので、ヘビが舌を出し入れするスピードとガラガラヘビが尻尾を震えさせるスピード、どちらが速いのかを見比べていきたいと思います。目で追えましたか？次はもう少しスローな 0.25 倍速で見ていきましょう。なんとたった3秒間の中で約18回も舌を上下させていました。それでは次はラトルを 0.25 倍速で見ていきましょう。無理ですね、失礼いたしました。それでは気を取り直して 0.05 倍速で見ていきましょう。なんと1秒間に52回というスピードでした。舌は1秒間に約6回上下していたのに対し、
尻尾は約 8.5 倍の52回と驚異の回数でした。ガラガラヘビの尻尾に隠された秘密もだいぶ伝わったんじゃないかなと思います。ここから先はガラガラヘビの綺麗な映像、そして音がメインになりますので、最後それに合わせてガラガラヘビの生態と動きについてご紹介をして終わりたいと思います。そしてここから先は撮影中の雰囲気をぜひ味わっていただきたいので、 BGM はオフでご覧いただきたいと思います。ガラガラヘビの仲間は他のヘビとは違い、少し背中が盛り上がった不思議な体型をしており、断面図でいうと三角形に近いような体をしています。そのため怒った時は体の3分の1程度を持ち上げて独特な威嚇の姿勢をとります。もちろんガラガラヘビが威嚇をするときはラトルを鳴らしますが、その鳴らし方にも強弱があります。せっかくなので細かな反応をする裏コアガラガラヘビの様子を2つのアングルからご覧ください。画面向かって左側からカメラが近づいてきます。威嚇する対象との距離に合わせて音の強弱を変えることで、近づくなという意味の警告をします。この個体は幼体の頃からうちで育ち、ある程度は人に慣れているため、カメラ自体に飛びかかってくることはまずありません。しかし餌の匂いが強くした場合や人の手が近づいてきた場合は飛びかかってくることもあります。動くものや匂いに強い反応を示すため、あらかじめ設置したカメラの方にはあまり警戒する様子がありませんでした。匂いを感じて対象が遠ざかったことが分かると、ゆっくりと落ち着いていき、ラトルを鳴らさなくなります。今回の動画もご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録、コメント、高評価などもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。